ただこのゲームはかなりしびれる試合ではありましたね。そうですね、リサンスがただゲームのペースを作ろうとはするんですが、チアンがそれをさせませんでした ね、 そうですね、最後まで、まあ、それもありますが、まあ、このゲームに関してはイーサンスの集中力がずっと持続するというところまでいかなかったですね。そうですね、ちょっとこう波がありました、ね、ありましたね、はい、そこをチアンが全く逃しませんでしたよ ね、 そうですね、最初のサービス、本当の第一投のサービスミスを全く好きなく続きましたし、はい、そこからも何度かそのイサンスが、さあそしてこれ最後ウォンチュンティンとそしてチュアンチーワンソーチェンの再戦ということでしたが、まあある意味キャリアからすれば両チームのエース対決といってもそうですね、過言ではないわけで、それをあちこちでエース対決があっても本当にもう目が離せないですよね、どの試合も。いや確かにこれ何ですかね、試合を追うごとにといいますかね、はい、試合の内容も面白くなってきましたし、 そうですね、それから我々も試合をこう見ていて、はい、こう引き込まれる試合が本当に増えてきたなという感じですよね。そうですね、特にこの T リーグならではの 最終ゲーム6オールからというところで、はいはい、今日も、ね、10-6になっちゃったわけですよ、うん、まあ、でそこからのタイムアウト入って挟んでから 10-9 までウォンチュンティが追いついてっていう、そういうもう本当にね、団体戦としてはもうすでに琉球アスティで勝っていたんですけど、はいはい、最後までお客さんドキドキしましたよね。そうですね、はい、まあ、そういう点では非常に野球ファンを熱くさせてくれたという感じがしますが、開幕から、まあ、6試合目7試合目というところに入ってきていますが、そうするとこれからますます中盤そして終盤にかかって面白くなっていきますね。そうですね、もう12月のレギュラーシーズンあたりはもう、はい、国際大会のワールドツアーももう終わった後ですから、はいはい、皆さんこの T リーグに集中して参加されると思うんですよ、ですからもう本当に今年の、まあ、さあこの第2マッチは3対1で丹羽幸喜選手が取りました。そしてこの第3マッチチュアンチーワンとチョンヨンシクの対戦、この試合はいかがですか。もう第1ゲームをですねチョヨンシクが取った時には、はい、もうこのままチョヨンシクに押し切られるかなと思ったんですけども、はい、まあ、2ゲーム目からですねチャン・チュアン選手の戦術転換がうまくいってですね、はい、流れを変えたのはさすがベテランだと思いましたね。はい、37歳チャン・チュアン、この長いラリーを制します。いや本当にこういう気力を持ってプレーするのはもう若い選手見習ってほしいですね、はい、岡山が取ります。そして第2マッチはイ・サンスとチュアン・チュアンの試合でした、まあ、ここでイ・サンスが第2ゲームで11対3と取ってですね、はい、その後、盛り返すかなというところをチュアンがそれをさせませんでしたね。第2マッチは11対7チュアン、そして11対3イ、そしてチュアンが11対3、そして、まあ、昨日なかなか水谷との激戦を戦ってきました、ね、その岸川がソーチェンとの対戦ということで、まあ、1ゲーム目も本当に昔の感覚がこうすごく取り戻したようなもの。